今回こうやってですね国際交流公演を担わせていただくことになりましたけれども、まあ、実際には今世間的にはですねアジア周辺国の情勢はあんまりよろしくないという雰囲気になっていますよね。まあ、ありがちな話に聞こえるかもしれないですけども、こうやって、いろんな国の人が集まってですね、何かを作っていけるというのは文化こそが持っているその演劇をやっているからこそ、成し遂げられることなのかなというふうに感じています。本当にそれで稽古場でですね役者さんとスタッフと一緒に作業をしながら、我々には本当にボーダーがないんだなというのを感じています。ペール・ギュントの稽古場今1週間経ちましたけれども、とにかくエネルギーに満ちています。そして今ヤンさんがおっしゃってくださったボーダーを超えるということがとにかくいろんなところで巻き起こっていて、1週間なんですけれども常にみんな笑顔で、今まで自分の例えば辛い思い出だとか人生で一番大変だったこととかそういったことをもう惜しげもなく披露する、涙ながらに披露する、そんな稽古場にもなっているぐらい、それぞれのシーンでお客様がそれぞれの十人十色の感想を持って持ち帰っていただいて、もしくは10年後にあそういうふうなシーンだったのかなというようなことも思っていただけるような抽象的でもありイメージ的でもあるシーンが散りばめられていると思うので、ぜひとも皆さん来ていただけたらと思います。ありがとうございます。今日この日を迎えられてとっても嬉しい気持ちでいっぱいです。稽古が始まって1週間経ったんですけれども、はい、言葉は違うんですけれども、そんなの感じさせないぐらいこの世に生まれた人間としてみんな一緒にいるんだっていう感覚でものすごい感じていて、この充実した本当に幸せな時間を過ごしています。まあ、日韓交流企画ということで、同じ舞台に韓国語をしゃべる人と日本語をしゃべる人が出てくるわけで、それどうしてるのかと思われると思うんですけども、私も稽古場に入るときはやっぱその言葉の壁っていうのは心配で入ったんですけれども、まずは稽古の段階ではその心配は本当急に終わって、なぜかというとこの1週間の稽古の中で、まあ、このヤンジョンさんのもとに浦井君はじめ皆さんの僕らの他にあと14人のすごい個性豊かな俳優がたくさんいて、あと音楽も生音で入って、もう稽古場から入ってきてくれてて、その音を感じてっていう風に演出なさって、とても贅沢な現場で、なんで韓国人の人ってこんなにみんなこんなに愛にあふれてるのかと思うほどすごいんですよ。でそれにまずは僕らが引っ張られてってやってるところです。早く客席行って自分が見たいなんて思う芝居あんまりないんで、演出家の席で見たいなって本当にいつも思いながら一生懸命汗かいてやってます。まだ稽古1週間しか経ってないんですけれども、他の役者さんとの信頼感だったりそういうアンサンブルだったりするところがもうすでに1ヶ月は稽古してるんじゃないかなっていう気持ちになっています。なので稽古すること自体はすごく楽しいんですけども、集中力がすごく必要なのでエネルギーもものすごく使っています。日本のアーティストの方々と一緒に今作業させていただいているんですけれども、言葉が通じなくてもお互い心で感じ合えるということがこれほど自分を豊かにしてくれるんだなということをすごく実感しています。言語という私が持っている認識を超えて、頭で認識することを超えてその人を感じられるということがここはすごいことだなと、私が今まで芸術活動だったり演劇をしているというのがもしかしたらこういうことに出会うためにやっていたんじゃないかなというふうに感じています。ペール・ギュントの母親をやらせていただきます。そしてこのカンパニーの中で一番年上なんだよね。まあだから最後にご挨拶させていただくんですけど、私は娘がいるんですけども、男の子の親になったことないんで、これはこれでまた想像させる、ましてこんな可愛い子がね。だからこのお母さん、男の子のお母さんになった自分はどうするんだろうっていう、これから生きていきますけれども、それはそれで最高のお時間だと思っております。まあ、遊園地に来た気分でいろんな体験をなさってくださいませ。今日本当にどうもありがとうございます。ありがとう。カムサンハミダムイトブリガード。 Thank you。 愛してる。